皆さんこんにちは。前回キーレセントリーをつけた時に測ったんですけども、この窓を固定するレールガイドという部品が欠落していました。これがないと窓がしっかり固定できないので、窓ガラスを持って揺らすとギシギシになります。今回はこれを修理していきます。では作業に入ります。まずは内張りを剥がしていきます。まず最初に窓のストッパーを外していきます。この黄色い丸の2箇所にストッパーが固定されています。上から見るとこんな感じで、この黄色い丸の部分がストッパーです。ネジを外す前にネジ位置のマーキングをしておきます。これはストッパーの位置を調整できるようにネジの穴が楕円形になっていて、調整幅があるんですけども、今回は特に調整は必要ないので、前の位置を覚えておくようにマーキングをしておきました。で、ネジを緩めて1個目のストッパーが取れたところです。2個目のストッパーも同様に外します。次は窓の固定ネジを外していきます。ネジは全部で3つあります。まずはここと、それから窓をちょっと下げた時に出てくるここと、それから前方のサービスホールにあるこのネジです。で、3つのネジをすべて外すと、映像のように窓を上から引き抜くことができます。はい、抜けました。欠損したレールガイドは本来ここについているはずです。これが新しく買った松田純正のパーツで、これを取り付けていきます。で、この中心の軸が T30 というちょっと変わったネジを使っていて、わざわざ工具を買っちゃいました。で、新しいガイドを軸に組み付けて固定していくという非常に簡単な作業になります。作業のついでにレールもきれいにしていくことにしました。レールを外すには、ここのネジが1個と、それからドアの底にあるネジを1個外していきます。で、その2つを外すと、レールを窓枠から引っ張り出すことができます。で、これが引っ張り出したレールですが、古いグリスとかが残っていて非常に汚い状態でした。パーツクリーナーを使ってきれいに清掃し、その後で新しいグリスを塗っておきました。レールと窓を取り外した時と逆の手順で組み付けをし、動作を確認しているところです。このように窓を持って揺すってもギコギコ音が鳴らなくなりました。走行中のガタつき音もだいぶ減らすことができました。今回の作業は以上になります。ご視聴ありがとうございました。